皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオブラザーズワンダーパート8やっていきましょう。今回は前回ワールド1の隠しゴールからたどり着いたこちらのスペシャルワールドを探索していこうと思っていたんですが、どうやらワールド1からつながったこの道以外は今行けないみたいなんですよね。多分他のワールドからも隠しゴールを見つけてここまでつながないといけないんでしょう。スペシャルワールドを全てクリアしたら何が起こるのか気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。真ん中のステージもワンダーシードが足りないので、とりあえずあなたちょっと話しかけてみましょうか。パネル屋、いろんなパネルが揃ってますよ。パネルを買うならパネル屋へ。何でも屋とは違うのかな。あ、なるほど、それぞれのキャラクターに特化したパネルが買えるんだ。うわ、だとするとコンプリートしようと思ったら残り数個になった段階でこっちに移行した方が良さそうですね。そして普通のパネルくじも売ってるので多少引いてみましょうか。結構 MK さん被ってないんですよ。はい、34デイジーしゃがみ、35まで被らずに行きたい。 OK、 泡キノピコ、あのネタバレだけはしないでくださいね。泡まだやってないんですよ。待って、マジで被んないよね。ファイヤーデイジー、これ行っちゃうか。ほら全然被んない。青キノピオしゃがみ、40までいけちゃう。マジでクリボー黄色、よし。待って待って待って、ネタバレしない、ネタバレしないで任天堂さんにネタバレされてる。あー、かぶった。ルイージ泳ぎ、まあかぶったから、じゃあこれぐらいにしておきましょうか。そしたらフラワー諸島の方まで歩いていければと思います。いや、歩かなくてもいいのか。スペシャルワールドフラワー諸島、ここで、あ、コースセレクト、一回コースに入んないといけないみたいでしたので、近いステージここかな。ドカンロック平原のパレスまで飛んでいきましょう。いや、このいつでもコースを選んで移動できるのめちゃくちゃ助かりますよね。今までの 2D マリオにはなかった機能でございます。ということでフラワー諸島に行きまして、モックモック鉱山に迎えて行ってましたよね。フラワー諸島はフラワー王国のど真ん中、王国の各地をぐるりとつなぐ海の道。あ、なるほど。ってことはフラワー諸島途中まで行ったらワールド2で、また途中まで行ってワールド3だから、これはワールド扱いじゃないのね。オッケーオッケー。ここから北に進むとモックモック鉱山です。フラワー諸島と各地のつながりは全体マップを見ると分かりやすいですよ。 L でコースリストを開いた後 X を押すと全体マップが見られます。分かりました。へー、結構作り込まれてますね、マップも。まずはこちら、釣り好きのポプリンの家。まあ上に向かってとりあえずは進んでいきましょうか。このフラワー諸島はワールド扱いじゃないってことだよね。釣り好きのポプリン。なんか、その趣味は名前に入っちゃってていいのかな？あいつのせいで魚が逃げちゃって釣れません。あー、そっか、ど真ん中に陣取られてるもんね。そのポプリンの右にある象の、あれかわいいな。なんて言うんだっけ、ジョーロが出てこないんじゃ、もう MK さんも歳だね。かわいそうに、そんなにしおれてしまって鼻ギャグまた。でも私たちがクッパをなんとかすればきっと魚も戻ってきますよ。花が魚を食べるのかという問題はありますけど、本当ですか。あー、まだ助けてないのに話を聞いただけで咲いちゃった。嬉しくて思わず咲いちゃいました。そうだ、昔釣れたこのワンダーシードをどうぞ。ワンダーシードってワールドごとに色が違って綺麗なんですよね。そう、なんか違ったよね、スペシャルワールド。ワンダーフラワーとかも色が違ったので、まあこの辺りも楽しんでいければと思います。まあオデッセイのムーン的な扱いですよね。あれも結構あの国によって色が違いましたから。はい、そしたら、お、新しいバッジのところがあるんじゃないの。じゃあまずはこちら、バッジチャレンジのドルフィンキックレベル1行きましょうか。バッジチャレンジではバッジが自動で変わる。バッジを使いこなそう。はい。バッジチャレンジドルフィンキック、水中で R を押すと少しの間早く泳ぐ。コントローラーを振って操作することもできると。まあ R でいいかな。よし、じゃあ行きますよ。ここでキノコを取りまして、ちょっと待って、レンガを壊す前に練習。あー、なるほどなるほど。え、結構早くなるね。わかりました。行きましょう。ゴー！その10枚コインをなんとか取りたい。あたた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 た。ちょっと待って。初めての操作だから、そんないきなり地形が変わられてもって感じではございますけども。危ないよ。今のも頭をぶつけそうでした。で、上の方に進んでいきまして。あー、そのコインの誘導あるとめちゃくちゃ助かるね。で、10枚をまず1つゲット。うわ、これさ、ゴールするまでにさ、全部触れないと結構まずいというか、一発じゃ取れないんじゃないか。
と、こちらまだまだダッシュして2個目の10枚コイン、3枚目どこ行った？結構変なとこ行っちゃったんじゃない？はい、2枚目取りましたよ。あと1枚、どこだ？ちょっとこの花とは別のルート行っちゃってますが、絶対上から行った方が早かった。で、待って、あと1枚いないんだけど。いた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 、なんとか追いつけ、なんとか追いつけ。上、下、真ん中、待って、嘘でしょ？ちょっとやってくれたな、マジで。これはもっかいじゃん。むずくなかったか、今。そしてさ、フラワー諸島に着いたからさ、MK さん、キャラクター変えていいですか？キャラクターセレクトで、誰にする？ルイージでもいいけど、ちょっとピーチ気になるよな。じゃあ、ピーチで行かせてください。今、ゾウマリオ状態だから、いきなりゾウピーチで始まっちゃったんですけども、ピーチのドルフィンキック、こう、なんかね、しなやかにいけるんじゃないでしょうか。絶対、能力差はないけどね。バッチチャレンジ。じゃあ、もう一度挑戦しましょう。むずくねえか、普通に。今、3枚目難しくなかった？そんなに突っかかってはなかったと思うんだけどな。行きますよ。ほいほい。うわ、なんか今最初の入り方からして斜めだったな。で、壁にぶつかるのが多分一番良くないから、ぶつからないようにちょっとずつ調整して、これ結構連打してるんで、これ以上は速くなんないと思うのね。あ、でもさっきより速いんじゃない？ほら、あ、さっきより速い、さっきより速い。さっきこの辺りで取れてなかったから、あれ取れてたかな、ちょっと忘れちゃったね。下行って、で、こいつらのルートが最短とは限らない。うわ、今のもさ、多分ずっと下泳いでた方が早かったんだよね。はい、で、ここで銃取りまして、いいよ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 。で、これ上行った方が早いのね、絶対この次。はい、ここ上で通って、いいんじゃない、さっきより早いよ。若干ショートカットも決めたところで追いつく。これは追いつける。さっきより全然早い。オッケー。そんなバカな。いや、こう見るとなかなかさっき MK さん遅かったっぽいな。はい、これで10枚コイン3枚揃えることができました。よーし。いや、結構大変だったよ。で、オレンジ色の花で、うわー、地形が出てきた。どういうこと？ピーチで上に上がって、はい、オッケー。そっか。今、ドルフィンキックにしてるから、帽子パラシュートは使えないんですけど、ピーチは帽子かぶってないよね。あれ？パラシュートってどうやってやるんだろう？気になる。けど今ドルフィンキックを手に入れたということは、次のステージはドルフィンキックにした方がいいんだろうね。ピーチかわいい。ちゃんとボイスとかもね、もちろんですけど変わりますんで、そのあたりも楽しんでいければと思いますが、やりましたね。今使ったバッジプレゼントしてもらいましたよ。バッジを付け替えてみますか。いや、でもここでゲットしたということは、これを使うのが次のステージって感じですよね。デーンと飛び出るハイデンの縄張り。ダジャレ多いな。ギャグ要素多くないですか？鼻ギャグとダジャレだけでもお腹いっぱいなんですけども。よーし、じゃあ行きましょう。デーンと飛び出るハイデンね。デーンと飛び出るんじゃない？これ下から。危ない！デーンと飛び出た。そして、ファイヤーピーチ可愛いよね。映画でもなってましたけども、この赤と白のドレスが個人的には大好きでございます。ポニーテールデザインにはなってないか。そう。ファイヤーピーチといえばポニーテールというね、イメージを持ってる方も多いと思うんですけど、今回はポニーテールにならないパターンみたいですね。そう、結構ね、歴代でもあるんですよ。ファイヤーピーチだけど、ポニーテールになるシリーズとならないシリーズがあるんで、3D ワールドとかはなるんだよね。いやー、これポニーテールだったらもうちょっと嬉しかった。いや、でもだいぶ嬉しいけどね。全然ピーチで冒険できるようになった時点で MK さんとしてはかなり嬉しいんですけども、ポニーテールが可愛いからちょっと見たかった感がある。まあ、それは今後出るプリンセスピーチで。おー、見ていきましょうか。何これ？これピーチじゃないと気づかなかったやつってこと？ピーチ限定のアイテム。まあ、多分場所さえ分かれば他のキャラクターでもいけるって仕様なんだろうけども、はい、スター状態だからコインも吸収されます。そしたら待って、もうこのままの勢いで結構いっちゃってもいいかもな。はい、ドルフィンキックいいですよ。で、僕たちいつも、何？プカプカしてるの。はい、こんな感じで、あ、そうなんですか。水中でフラワーというのは正直私は意味がわかりません。あ、危ね、あれトゲだな。当たってもいいのかと思っちゃったけど、そんな感じではございません。あ、ドルフィンキックで倒せるかと思っちゃって。ちなみにこういう太陽ね、今怪しかった。うーわ、ヒントあった？いや、 MK さんはさ、マリオ慣れてるからいいけどさ、今のってヒントあったのかな？ MK さんが気づいてないだけで、何かしらコインの誘導があったのか。どうだったんでしょう。もしなかったとしたら結構ひどい。あー、これがあったのか。
なるほどね、先に気づいちゃったもんね。まあドルフィンキックを手に入れた時点でああいうのは逆らえと言われてる気がしちゃいまして、危ないよ。踏めるのこいつ。絶対踏めなそうな見た目だったけどね、踏めるみたいですんで、今後いたらじゃあ踏んでいきましょうか。お、ワンダーフラワー出ました。さてどうなる。水中でございますが、うわーびっくりした。めちゃくちゃでかい、なんだったっけ、でーんと飛び出る、なんだったっけ名前ちょっとド忘れしてしまいました。危ないよこれで。うわ、もう地形を壊してってるじゃん。なんだこれ、フラワーコインみたいなものがありますけども、ちょ、ここ壊して。これも MK さんが誘導しないといけないのか。なるほど、いや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 、地形ごと壊すのはワンダーだなやっぱ今までの 2D マリオだとさ、こういう地形は壊せないというのが定説というか、まあ当たり前じゃないですか。っていうか 2D アクションゲームだったら当たり前だと思うんですけど、その当たり前をぶっ壊してくるのがスーパーマリオブラザーズワンダー。はい、ここ4個目もお願いしますはい、ここやってもらっていいですか。これちゃんとさ、あれなんだね、バッジを使うと花びらがエフェクトで出てくるんですね。はい、じゃあこちらも思いっきり壊しても、あ、やばいか。いや、スランはあるから一回ここ使っちゃいましょう。制限時間は特にこのワンダー状態にはないみたいですので、このまま、はい、次ここの花も気になるよ。はい、思いっきり壊してもらって、うわー待って、一番右なんだけど、一応これも触っておきたい。わー、フラワーコイン1枚か。まあパネルのことを考えたら持っておいてもいいでしょう。ちなみにこれって倒せるの？倒しちゃうとまずいけど、あ、倒せないですね。はい、じゃあ最後の1枚、ここよろしくお願いします。この土管の前にあるブロックはあれだよね、多分こいつでどうにかするんじゃないよね。わーわわわわわおしゃべりフラワーも下に落ちてしまったみたいですけども、はい、ちゃちゃっとじゃあワンダーシードをゲットして食べられないようにしていきましょう。けい、びっくりしたね。いやでも地形壊すっていうのがいいですね。ワンダーですね。新しいマリオやってる感がすごくありますが、10枚コインは揃ってるか。オッケー、びっくりした。揃ってないかと思ってしまいました。はい、これで終わり。これさ、ドルフィンキックでさ、水中から地上に、あ、危ねえか。待てよ。まずは君を倒しておきたい。倒せる。あ、ファイヤーでこれ、倒せるな。オッケー、ナイス。で、ドルフィンキックで出れば、あ、高くジャンプできるってわけではなさそうですね。うわ、待って、これいける？ちょっと待って、きついのでは？こう来て、こう来て、危なかったそしてそのゴールポールにしがみついてるピーチがめちゃくちゃ可愛いんですけども、はい、ポプリンちゃん、ワンダーシードをください。前回までずっと青だったから、いきなりオレンジになると、若干あれだね、違和感がありますけども、今の手を振ってたピーチも可愛い。ピーチ可愛いな。今作のピーチ、このデフォルメされててめちゃくちゃデザイン好き。そしたらこちら解禁してしまいましょう。はい、ワンダーシードを2つ使ってパックンフラワーバイバイ。そして、え、砦？待てよ、砦扱いか。横取りの海岸洞窟、横取りされるってこと？砦だとしたら一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回こちら横取りの海岸洞窟からピーチでやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよならピーチかわいい。